参議院選挙に向けて日本共産党比例代表、そして神奈川選挙区浅香由香さんの事務所を開きにあたりまして、一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。日本共産党衆議院議員の畑野喜平です。今日もそして昨日も比例の椎葉和幸さんと神奈川選挙区の浅香由香さんと、そして神奈川県内の市民の皆さん、地方議員の皆さんと、昨日は国会に多くの署名を届けていただき、消費税増税 10% への増税ストップ、憲法9条を守り勝とうということなど、たくさんの署名をいただいてまいりましたし、また赤字の踏切の問題や、あるいは今日は JR に行ってきたんですけれども、ホームの屋根が半分しかついてない、あの時にどうするんだろうと、まあ、こういったことも届けてきたところです。毎日椎葉さんと浅香さんは一緒に国会にも来てくれている、もう準備万端で、あと残ってるのは胸にバッジをつけていただくことでございますので、皆さんどうぞよろしくお願いを申し上げます。私も衆議院の比例南関東ブロックの予定候補として市議会委員長斉藤和子さんと一緒に頑張ります。何よりも国会の中で市民と野党の共闘が大きく今広がってまいりました。小池晃書記局長から直接詳しい話があるかもしれませんけれども、私は今日衆議院で厚生労働委員会で児童虐待を防止法に関わって、政府の提案に対して私たち野党対案を出して議論をしてまいりました。与党と野党の修正協議が今日整いまして、野党の提案してきた約10項目が取り入れられることになりました。私この法案の提出者になりまして、衆議院の本会議場で大臣になり変わって初めて答弁をする機会を得ることができました。大臣席の反対側には安倍首相が座っていて、そしてこちら側には野党の各会派ずらりと並ぶ、こういう本会議場に野党の結束、その中での日本共産党の役割が子どもの権利を守るという点を含めて人間の尊厳を大事にしていく、こうした新しい政治を作る役割を果たしております。こういう取り組みが進みますと、まだまだ日本共産党の議員が足りないな、もっともっと増やさなくてはならない、増やしていただきたいと思うわけです。どうかその一人として椎葉和幸さんと浅香由香さん、日本共産党を加えていただきまして、皆さんの願いに応える政治ご一緒に切り開くために頑張ってまいりたいと思います。一緒のためにどうかお力をお貸しください。私も全力で頑張ります。ありがとうございます。